始まりました、THE n o i 2000人突破、おめでとうございますお届けするのは私、私北山智之とあッケー、ご返しと賠償、ミツコですお<ー>あれでしょ、プレゼントってやる,やるでしょ、なんかそれはなんか <laughs> それ、逆風車家族ですか <laughs> おおざい、うん、でしょあれねタ、タイガージェットシーンに押されたんでしょ、伊勢丹の前。合 <laughs> <れ>イノがね、イノキが、ね、えっと、見てきました アントニオ猪木を探しての話をしよう。やっと北山さん見てくれた。よかった。ずっと語るのも待ったんですよ、ね、北山さんが。いやー、なかなかね、あの、家から出ることが <laughs>、なんかできなかったので <laughs>、<laughs> <laughs> ようやくね、家の中からちょっと出れたんで。ああ、そうですね。はい。はで、池袋の,あの映画館に行ってきました。うん、なかなか、あれですよ、もう1ヶ月ぐらい経ってるじゃないですか。うんうん、でも、客は、まあまあ、 昼の11時55分の回でしたけど、いましたよ。ああ、しかも今日、平日ですよね。んうん、平日ですけど、21回、ね、は、まあヶ月あそうやってた。1か月経ってもまだやってるって大したもんですよ、本当に。うん、だから多分、あれじゃないですか、まあ、評判はね、あの SN、SNS 的評判は非常によくないんですけど、うん。あ、そうなんだ、うん、そうなんだ。うん、うん でも、アントニオ行きが好きな人は、まあ、やっぱり見とくかーっていう感じじゃないんですかうん。僕も、なんか、そんな感じ。まあ、見とくかーっていう感じで。えーやうね、どうだったんですかこれ、あの、良かった辺と悪かった辺ありますけど、どっちから語りましょう いや、よかったか全部悪かったへでしょあ、ち<ぜ>全,全部は悪くはないですよ。<laughs> それはなんか舞台で王軽かったって昔やったね。まあどうでもいいけど。<laughs> よかった方から行きましょう。よかった方から,か方から行きましょうか。あ<ー>えっと、まず、あの、猪木、アントニオ猪木の生き様というか、うんうん、アントニオ猪木って、やっぱりすごいなーっていうのはこの映画を見てもわかりますわ。まあ。<laughs> あの、途中で、あの、カストロ大統領にキューバまで会いに行くっていうくだりがあるんですけど、あの、二人で、あれですからね、普通に日本の酒組交わして、最後はカストロ大統領の帽子かぶって猪木出てきますからね、こうやって。<laughs> 明廷して。<laughs> あのね、あんなことがね、できた日本人は、猪木しかいないん <laughs> うん。あれ北朝鮮だって言ってますよね、あの人ね。あ北朝鮮はもうだって工業もしてますからね、プロレスの。 そうですよね。うん、だって北斗晶とケンスケが結ばれたのは北朝鮮でしょだってね。てそうですね。<laughs> あおうーってなってね。<laughs> あれあみたいなね。<laughs> <laughs> なったっていうね。あと、だってサダムセインだって言ってるでしょ行った、ね、そう、フセインのやつもやってましたけど、すごいですよ。フセインが超高級ホテルをちゃんと用意しててくれて。<ー> <laughs> で、しかもあの、 そこの、その、窓際のところは、なんかテロが起こって、ミサイル撃ち込まれるかもしれんからって言って、壁が超特注の、その、ミサイル用の、なんかやつらしいんですよね <laughs>。で、それでもカメラマンの人怖かったから、窓際にあったそのベッドを、あの、ドア側の方まで押して移動させたって言ってましたよ <laughs>。なんかよくよく考えたら怖えよな、みたいな。 こんなんでミサイルで守れるのかなと思って移動させちゃってましたけど、うん、しかもあれですからね人質ちゃんと解放されてますからね、うん、連れて帰ってきましたからね、うん、で、うん、そこの家族の人らが喜んでニコってしてる写真があるんですけど、うんうん、あのせっかくやから123だーやろうって,言って、うん、その女の人がみんな123だーってやってる瞬間の写真があるんですよ <laughs> で <laughs> それ、猪木さんが提案したんですかって言ったら、いやいや、あの、女性の方が、もうみんなで123ダーやりましょうって言って、で、やったって。うん。あんなに、みんながもう満面の笑みを浮かべてる123ダーは、後にも先にもあの時しかないですねま。<て>まあ、命かかってるからね。そう,そうそうそう。<laughs> う猪木も、やったーっていう。ダ <laughs> <laughs> ーってやってますから。<ー>ええー。だから、そういう意味では、そんなやつもういないでしょう。いや、いないです、ね、い出てこないでしょう。 出てこないっすよ。うん、ああいう感じの人は本当ね。うん。だからもう、<ー>プロレスラーっていうのが、まあ、最初のベースですけど、うん。うん、まあ、あの、うん、この映画的には最初のブラジル農場から始まってましたけど。ああ<ー>、うん、はいはいはい。で、当時ブラジル農場で一緒に働いてた人とかが、まあもう、80いくつなんですけど、まだご存命で、うん,うん。うん、うん。その人が、なんか、 うんあの、猪木、ね、猪木さんのお母さんにスープ作ってもらって、あれはうまかったって言って <laughs>、当時はもう、その労働条件とかも関係ないから、もう寝るまで働かされて、うん、そう、スイス人にね、うん、うん、酷使されて、働いて、でも、お母さんの作ってくれたスープーうまかったって言って、もう、奴隷みたいな、やっぱり働かされ方やってて、うん、で、1年半で、えー、っと、契約が切れて、 でその時の働いたお金を使って、えー、近くに自分のだから農場を作ったんですよね。うんかお金をそれで用立てして、でそこからまた働いてってやってたんですけど、まあ、あの猪木は力道山に見染められて、もう日本にもうすぐヒューッと行くと。うん実質ね、14歳から17歳までしかいないんですね、ブラジルって。あ<ー>だから3年ぐらいしか実はいなかったって。もっとなんかブラジルでずっといるようなイメージですけどね。 うんうん、でも生まれはもともと俗服やし、裕福か。すごい、すごい裕福な家で生まれてるし、うん、親がね、事業に失敗してブラジルに逃げるように行っちゃったんですよ。うん、まあだからそういうのがなければもう本当にいいとこのボンボンで終わってた可能性もあるんですけどね。うん、ただやっぱりブラジルの農場で働かされて、うん、で、まあ力道山の下でちょっとね、 扱いの待遇の悪さみたいなのもあって、でしかも日本クロプロレスというのをこうクビになって、うん、なんかもうずっと逆境、逆境、逆境があって、猪木のああいう、なんていうんですかね、闘魂というか、うん、まあ怒りですよね、パワーの、やっぱり源っていうのが、もう常にやっぱり何かに対して、くそー、こんにゃろ、畜生みたいなやつっていうのが、猪木のこうベースになって、うん、新日本プロレスというのを立ち上げるっていうところからの下りで、最終的には。 もうフセインとか、えー、<laughs> しかも党の名前がやっぱりスポーツ平和党っていうのは本気で彼はもうスポーツで平和になるっていうのを信じて作ったっていうで国会の前でガーンって看板出すんですけどその時ももう「俺やるぞ!」みたいなで国会のところにうわーってやってますから。 国会議事堂に延随斬りでしたっけ確かね。かそうですね。言ってる意味はよくわかんないんですけどね。いいですね。本当に鈴木宗男さんじゃなくて、猪木さん言ってほしかったですね。プーチンところなんかね、本当に。あ、まあでも、たね、元気やったらあった,か,た、ね、かもしれないですね,ね。本当に。で、多分あれですよ、プーチンと、 最後、あの、名手してこう、ウォッカこうやって飲んで、肩組んで。え <laughs> ーってやったぶんあれじゃんプーチンの愛犬をこうやって自分の持ち帰ってくるんじゃないですかね、これなんであーありえます、ね。<laughs> しかも、あのー、あれらしいですよ。藤原組長が言ってましたけど、やっぱり一緒に飲むと、最後、俺は酒は強いんだっていうことで、ウォッカ持ってこいつってって、ウォッカ飲むらしいですね。なぁ<ー>。もう最後まで俺は強い。 ガチで強いカーンってやって。で、組長がいや、社長も分かりました、みたいな。<laughs> でね、世間では藤原組長ってアウトロや、アウトロやって、会社のことを言うこと来たんやつやって言われてるけど、インタビューで答えてるんですよ。なんで俺がクビにならないか分かるだろうって。<laughs> つまりは、まあ、多くは言わねえけど、そういうことだよ。<laughs> <laughs> ねえ、テロリスト、藤原とかって散々、あのなんだ、古立さんが煽ってたけど、俺は、でもこの人、クビにならないよな、っていうのは子供ながらにね、だって、<laughs> 反逆者とか、<laughs> なんか、ねあのほら、リングインの時に襲ってくるとかって散々、藤原組長一時期やってましたけど、<う>あ<れ>やってましたね。いつの、いつの間にか前田さんのとこ行っちゃったな、とかって思ってたって。 でもちょっとあのだってあのこだって藤原組長あれでしょ、あのー、新日本の、あのー、練習生のあれですもんね、シード員ですもんね。そそそうううずらじゃあ、あんまり知らない人が見たら結構楽しい感じじゃないですかしたら、猪木さんのこと知らない人が見たら。うん、あそうですねだから全くこう<ー>ライトな感じの人が見ると、ああ、こういう人物なんだっていう感じの作りはしてますね。うんうん うん、だから、そういう意味では、猪木さんっていうのは、やっぱりマンネリズムを嫌うっていうか、うん、やっぱり、その、ちょっとマンネリ化してきたっていうか、自分はここで暗中の血を手に入れたみたいな感じになってしまうと、途端にやっぱ怖いんでしょうね。うんうん、だからもうちょっとな、違うことやろ、違うことやろ、みたいなんで、どんどんやっぱりそういうのをやって、言動にもやっぱりそれが現れてるっていうか、最終的にはあの、この道を行けばどうなるものか、 行けばわかるさっていうふうになるわけですけど、うん、あれも完全にタオですからね、最後はね。うん、うん。なるようにしかならんと。でもまあ、行けばわかるさってで。元気があれば、なんでもできると。<laughs> ええー。ね。それはもう、カストロ大統領だって会えるぞっていう。うん。もう、有言実行の男ですよね。だからそれはもう、うね、プロレスっていう枠にとらわれずに見た時には、この映画はの非常に猪木っていうのは、やっぱりもう、そういう。 ところのフィールドだけでなんか戦ってたんじゃないんやなっていうことは思いますね、うん、なるほどね、うん、なんかそのやっぱりよく騙されるんですって猪木は、うん、お,お金絡みでお金絡みで永久、うん、に活動できる電池みたいなのができたって言って、うん、で藤原組長がそれのんびの席で聞くんですけど <laughs> あの社長それ騙されてますって言って永久 <laughs> <laughs> 電池なんて世の中ありますかって ないということは、つまりは、騙されてるんですって言って、意 <laughs> を決して俺が言うわけだよって。そしたら、でもね、できちゃってるって言うんだよいや、もう払っちゃったのかよって <laughs>。<laughs> <laughs> あんた、まってたら払ったのかよって。必ず言うんでしょ,必ずいいんでしょ夢があるじゃないかってって、必ず言うんでしょ殺し文句で。うん、いい夢に、夢があるんだよ、そういう話にはっ,つって、必ず夢って言うんでしょだってあの人。 いや、でもだって、それで三十何億借金ですからね。すごいね。まあじゃあ,あれか、それの開発費を出してくれれば。闘技戦。っていうことだったんですね。うん。一、うん、種格闘技戦をなんであんなにいっぱいやったかって言ったら、うん、も,うもう単純に借金返さなあかんかったんですよ。<laughs> うん、<laughs> だからもう、よりそのわけのわかんない工業。 海外とかでも、パキスタンとかでもやったりしてますからね。韓、ね、国でもやって。現地マネーをともかく手に入れて、誰の挑戦でも受けるって言って。<laughs> で、もあれですよ。ひどい戦いばっかりです。ンが会うって言ったら、パキスタンのあの、おったの方のあの、あれがあったから会うって言ったんでしょあの、そう,そうそうそう、その試合を見て。日本から来るって言って、見てたからっていう話でしたよね、<laughs> 確かね。うん、だってね。そうそうそう。しかもね、うん、その手を折ったやついるじゃないですか。 <laughs> はい。そいつの親族がある日急に猪の木のところを訪ねに来て、なんか僕に仕事をくださいって、おったやつの親族ですって言って <laughs> 来て、ちゃんと猪木は息子のようにそいつを可愛がってましたからね。<laughs> ええー。最初追ったやつの孫なんかなと思ったら違いますと親族ですから。<laughs> 結構遠いやつ来たんですけど。 猪木んね、<laughs> も晩年いい人やから普通に飯食えっ,って。すごいね、うん。で、特にそいつが格闘技をやることもなかったんですけどね。うん。本当になんか、<laughs> なんか仕事くれって言って面倒見てあげたんですね。うん。面倒見てあげたみたいですね。だからそういうところをこうクローズアップして見ていく分には、うん,うん。なんか面白そうじゃないですか。どうしても、そうそうそうみんなその、アントニオ猪木の戦いのシーンが見たいとか、 やっぱプロレスのシーンが見たいっていう。うん、あ,あそういうことの批判なんですかやっぱそのプロレスラー,アンリーイの猪にもっとフューチャーしろよってことなんですかその映画のこの今回のそれでもそうですねあの、なんかその悪く言ってる人っていうのは、そういうとこなんですかまあ基本的にそうでしょうね。あ<ー>結局、あ<ー>まあそういうところはあるのかなというのが。あ<ー>まあこれはでも全部、ね、全体的に僕、いいとこ喋りましたんで。 うん、後輩にしょうか次はじゃあ、はい、だめなとこ行きましょうか。かはははい、はい、はいなんでこの映画がだめなのかって言ったら、うん、まずね、ドキュメントパートとドラマパートがあるんですよ。あそうなんですか、うん、インタビューとか、うん、昔のフィルム、映像で構成されてそういうのだけで作ってくれれば、ドキュメンタリー映画として成り立つわけですけど、そうですね、あのね、あの違うんです、ドラマのパートがあるんですよ。 で、えーま、最初。する人がいっぱいい出てくるとか？いやいや、じゃなくて、最初はなんか80年代っていう時からドラマが始まって、<laughs> 80年代になんか猪木の試合を見たいんやけど、兄弟喧嘩とかでもうなんかプロレスとかお前みんなとか言われて。 で、猪木の試合が今日あるんだ、うん、方、方眼線なんだって言ってるけど見れないから、友達んちに電話かけて、うん、その受話器をテレビに当ててくれっつって当ててこうやって、猪木猪木ってやってる子供がいて、うん、で、彼がどんどんその、ね、高校生になって、もう最終的には。あーそういうドラマね。ああ、ああ、ああ。おじさんになって、でも、彼のその人生の中には、いつも猪木を探してる自分が、 いましたっていうドラマがあるんですよ。ーーーへえ、それが交互に来るんですかなんか。そう、交互に来るんです。ああ、なるほどね。で、このドラマパートが、えっと、僕はメシの後を見ましたんで、うん、非常にスイマーが襲ってきますあ<ー> <laughs> そういうやつ <laughs> あの、おお、おぉってや、やべやべ、何このドラマと思って。うん。なるほどね。しかもね、そこに、あの、 田口とか後藤博之とか、あの、言ったら新日本のプロレスラーが役者として出てくるんですけど、あの、それもどうせ作るんやったらもっと全部ちゃんとね、役者だけで固めてくれりゃいいのに、うん、<laughs> なんか、演技中途半端になんか役者やらしちゃって、<laughs> そっちが気になって、<laughs> あの、うん、ドラマが入ってきません。<laughs> <laughs> あのー、今の名前出た人たちが演技してるだけで、あのーはい、ちょっとクスってなりますからね、だって。<laughs> くすってなりますし、後藤博之は、なんかその、最終的になんかあの、あれなんですよ。廃品とかを、こう、運ぶ作業員みたいな役で出てくるんですけど、ん <laughs> なんか、あのね、ちょっと切なすぎます。ごめおっしゃとかって <laughs>、<laughs> 運んでるんですけど、こ <laughs> 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 っちが気になるから、ドラマの男よりね。そういう作りなんですね。 なるほどね、うん、だからこれが気に入らないっていう人はもうちょっとここはやっぱきついですねそこをやるんだったらもう本当にいろんな関係者のインタビューをもっと入れてくれって思いますよねそれはねはいでその2位ですあのこれもよくないところ関係者のインタビューじゃないっていうとこですよねへ、うん、えー、ドキュメンタリーのパートナーにあのお笑いのねありってクリームシチューのアリタが出てきたりとかああなるほどね はい。ファンの人のインタビューなんだ。うんとかなんか高談資の人が出てきたりとか、あの俳優の安田さんとか。要はアン、アントニオイノキが好きな人らっていうのが出てきちゃう。なるほどね。わかる。なほどね。もうマツダユの特典で本当いらないものあるよね。ファンの方いらないよ本当に。太田光？いらないよ。リリーフランキーさんとか。そうそうそう。いらないよ本当あの特典。いらない。 なるほどね。とね。うん、関わってないのに、たたその人らの時間が結構長いんですよ。うわだから、俺<ー>、俺も、この映画普通に思ってたのは、どうせ、まあ今 YouTube でやってること、だから、高田さんとか、前田さんとかがそういうとこで喋るんじゃなくて、付き人やってた誰々さんが喋るってうんじゃなくて、ファンの人で固めたと。 なるほどね。それは言うわ。基本ね。それは言うね。うん。で、関係者的に出てくるのは、まず藤波辰美。うん。はい。はい。藤波さんは出てきます。うん。で、あと、えっと、藤原組長。うん。で、ええ現在の人物でと、岡田和親ええ田中史博士。で、で、海野っていう、今の若いレスラーがいるんですけど、この辺が出てきます。 <で>はあ、ちょっとそこだと遠いか、遠いっすね、うん、だから、棚橋は、ギリギリその猪木問答とかで人物になってますんで、うんまあ、猪木さんに直接ビンタされたりとか、うん、そういうシーンっていうのは出てくるんで、うんまあ、まだわからないでもないんですけど、うん、岡田和親とか、うん、その今の海野とかになると、もう全くアントニオ猪木をこう通過していない世代になってくるんで、うん、彼らが語ることっていうのは、まあ、あんまり意味がないですね。 はって、藤波さん、藤原さんと来たら、普通、長州、<う>前田明、長<う>、だ、ま、三重市、まだ、長野ね、長野、はい、とか、武藤さんとかね、はい。で、まあ、だそれこそ、ライガーさんもそ、そうですけど、その辺の人が、普通出るよなって思ってて見に行って、なんだよ、これっていう、ラインナップされると、ま、確かにそうか。わか、怒りたい気持ちはわかるんだ,んだ急に、だから、高男子の人が、<laughs> はい、始まりました。岩竜島決戦とか言ってやり出すんですけど、いや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 って。で、岩竜島の戦い見れるのかなと思ったら、それ写真なんですか <laughs> <laughs> で、結果は猪木の勝利、2時間何分って言われるんですけど、いや、それは俺らも知ってるからな、みたいな。<laughs> ちょっと貴重な映像見してよって思うんですけど、ナレーションは田口智郎さんがやってるってことないんですかなんか。ナレーションは福山雅治がやってました。<ー>うわっ うわ <laughs> なるほどね。あ、それと福山さんの名前も流れてくるんだ。うん。で、あ<ー>福山雅治って、なんでなのかなと思って、まあこれ全部ネタバレしちゃいますけど、最後のエンドの時に、あの、一枚の写真がカシャって出てくるんですよ。はいうん、で、福山雅治は、そのミュージシャンになるために上京してアルバイトをしてたんですけど、うん、そのアルバイト先で初めて出会った有名人っていうのがアントニオ・ニョキさんでしたと。 はあ<ー>っていうことで、アントニオ猪木と写った写真がパーって出てくるわけですよ。なるほどね。そうですかぐらいのもですよ。あのね、ぶっちゃけ、アントニオ猪木と会ったことがあるっていうんであれば、僕はアントニオ猪木を警備した男ですから、<laughs> <laughs> <laughs> それやったら僕の方が語れますよっていう。そうですね。ね うんうん、裏話が知ってますからね。その裏でどういうことをやりとりだったとかね。か好きな人を出すにしても、もうちょっと濃い人じゃないと、それは怒りますよね、多分。せめてだから誰もが、うーん。猪木さんとが認める人じゃないとね。うん、猪木さんとのエピソードがないと、ちょっと出てくる。必然性がないんですよね。これあれじゃないですか次を作るための布石なんじゃないですかこれ。不満をいっぱい残したのが。 いやー、そんなこともなさそうですけどね。でも、まあ作り方としては別に<ー>映画の一本としては、まあ、そんななんかめっちゃ目くじら立てるほどのものではないっていう。<laughs> <laughs> うん。で、金返せまあ、でもいかないっていう。ああ、だど、うん、結構マジで怒ってる人いそうな気がしますね、今話聞いてる人。いや、だって、ああ、そう思い出した。あの人怒ってたでしょあの金髪の人。あの、なんだっけ。あの人。 あの芸能のほら、インタビューする人、ほら、何したっけ、何さんえ、吉田剛さん。そそううああ、怒ってたんだ。剛さんとかはもっとあれでしょうね、猪木の知られざる姿であるとか、そういう映像なりなんなりっていうのを、もちろんね、新日本はいっぱい持ってるでしょうから、そういうのを求めて見に行ったでしょうね。一切ないそしたら そしたらってことなんですね。なるほど、ね。もうほとんど写真。カシャッカシャッあ<ー> <laughs> うん。びっくりしたもん。こんなに写真なんやと。なんでやと思ったら、写真家の人が出てくるんですよ。猪木をずっと撮り続けて。あ<ー>あ、その人から提供を受けてるんだ。ね、うん。で、その人、その人が語る猪木はこういうこと言ってました。こういうこと言ってましたって、<ー>それのエピソードは割とやっぱり面白くて。ね、だからこそ、フセインのとこも行った写真もあるし、うん、その、なるほどカストロ大統領もあるし、 だから、そう、それはね、すごい、やっぱり、ある意味、あの、生き字引き的には、その写真家の人なんでしょうね。その方が、うんうん、もう、だ学生時代から追ってるんですよ。うーん。あ、うん、だもう、ずーっと写真撮り続けて、いつまにか本業のカメラマンになってたっていうか。うん。うーんで。やっぱり、猪木って、<の>近づきのファンの方が。 あれなんだカメラ、専属カメラマンになっちゃったみたいな感じなんだ。すごいっすね。そうそう,そう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 。うで、結局猪木ってやっぱり怖いんで、こう近づくなオーラはやっぱり半端ないんですけど、うん、カメラをしてると、うん、まあなんか、カメラ越しで会ってるから、鬼、うん、もビビらずに近づけたっていうのは証言してましたね。うーん,うーんやっぱ常に目が怖いって言ってましたね。うん、うん、目に引きつけられるって。うん、うん うんまあ、でも確かにまあそんな感じはしますよね。うん、うん実際僕だから警備した時に思ったんは、あのー、ずっとやっぱり裏側でもアントニオ猪木キアントニオ猪木でしたね。へー。すごいっすね。うん、もう人前に出るときは常にアントニオ猪木になってるってやっぱすごいっすね。そう。だからもうなんか控室から中で声聞こえてきて、うんうん、もちろんカメラとかも回ってないんですけど。 あーとかあー、これロレやるぞーとかって聞こえてくるわけですよね、後ろからね。うん、ああ、もうなんか、アントイン容器やなって思いましたね。よかったですね。うん、なんか、あの、ビール瓶で殴られて、勝ったらじゃあミスなんとかだかしてやるとかそういうジンギ来てみたことになくて、なんかね。<laughs> <laughs> よし、行ってこい、パキャンっつって、この野郎っつって。<laughs> あれは、<laughs> ーっつって、もうな、だかしてるって川谷拓本、拓丼さんのあれだね。ち <laughs> ょ、拓本もまた。<laughs> あれは力道山先生の話じゃないんですか <laughs> <う>あ、そうですよ。あれ思いっきりそうです<笑><笑>あれは力道山先生の話じゃないですか <laughs> それは広島市当編じゃないですかいやいやいや。すごいですね。いやー。いやすごい。その企画でよく、よく撮ったな。うん、それすごいね。それがね。うん。だから、うん、僕がもしこれ撮るとしたら、当時のその映像だけで、 もちろん繋げて、そうですね。で、当時の人物たちが順番に出てくるっていうか、うん、その坂口誠司から順番ですよね。ね亡くなった方はもう亡くなる前の映像を使って、猪木について、この野郎とか飾ってるやつだけを繋げるでしょうね。確かに。 うん、<ご>もしくは、レスラーの人を使わなくても、やっぱ裏方でななやってた何々さんとか、それこそ解説の何々さんとか、その、週刊ゴングの編集長やられてた何々さんとか、そういうことなんでしょうね、多分ですけど。みんな聞きたい。多分そういうのは聞きたいでしょうね。うん、知られざる猪木の姿っていうか。なるほどね。うん、いやー、それはね、 ちょっとブルース・リーに通じるものがあるから怒る人はめっちゃ怒りますね、それね。本当にブルース・リーは、ね、別の回で言いましたけど、本当に往生したんで俺はね、本当に。関わりあったく殴れましたから、<ー>ブルース・リーとは。いやだって今のやり方でブルース・リー、例えばもももう探してみたいな映画作ったら、もうすごいでしょ、だって多分いやもう多分、本当にすごいことになっちゃうよ。<laughs> まあ今はね、みんな年取ってるからあれだけどさ。 怖い怖い。まあだから猪木好きな人らってまだまだ元気な人多いですからね。うん。そうで,ですね。そうですね。うん。だからまあちょっと、やっぱ怖いは怖いですよね。こんなものやっちまったらね。ねで。実際ちょっとだからプチ炎上してるでしょ。<laughs> <laughs> うん。いや、すごいですからね、まあ。でも今日映画館行った感想としては、まあ平日の真っ昼間に結構な人数もいたし、で、もっと言うとパンフレットめっちゃ売れてた。 そうは言っても。あ、えっとさ、さっきの写真が載ってるんだったら貴重だよね。そうですね。そうですね。そのシチールだけで貴重ですもんね。で、なんか、パンフレットの出来は異様にいいってみんなコメントしてました。ってことは、物販をするための映画だったんですかね、れまあ、かもしれない。なるほどね。だってね、対、チャっていう。 その写真家の方の、だって古典とかやってるお客さんまた入るんじゃないですか、多分、ね、いや、そりゃ来ますよ。そりゃね,ね。ねん<ー>なんかね、ちょっと今思ったけど、多分さっきのね、あの、猪木さんのことが好きな芸人さんは、下手したら、<ー>本当にあの、ああ、もう語るならいいですよ、みたいな感じだったのに、関係者に聞こうと思ったら、これの話が結構きつかった可能性ありますよね。ああ。いや、相性欲しいじこれ、だってもう、興業者じゃないですか、皆さん。 だって、絶対俺思うけど、武藤さん、いや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 、車いすでこうやってやりながら、いや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 、その可能性はあるよね、これ、なんだっけ、神奈月さんだっけ、あの人が間に挟まったらもっと違ったかもしれないけど、だからそれは怒られるんでしょやだけど、コーディネーターとして入ったら結構あれだったでもしょうねああ、しゃ喋るんじゃなくてね。確かに、でも大ちゃんの言うりあり、あれですよ。 そういう知られざる関係者が語るとか、だから僕がちょっと語ってもいいわけです。全然誰も知らないんですけど、なんかかつて、あの、何年に警備担当とかいうやつの僕が例えば出てきて、ああ、懐かしいですね。これ、猪木さん、ここであの壁に向かってこうやってパスッ、パス黙々とあのやられて、自身が試合に出るわけでもないのに、体をやっぱり動かされてましたとかっていうエピソードがね、僕が言ったとしたら、 なるほどってみんな思うじゃないですかね。うん、うん。それはし、みんなの知らない時ですからだ,っだってもう俺ね、俺だってプロレスとかのきアントニー猪木のことあんまりまあ見てましたけど、その、そういうこと知らなくても、やっぱり猪木さんって言ったらもうタオルこうやってやって、ずーっとスクワットって、シャイシャイ、シャイシャイって言ってるイメージが子供の頃からずっとありましたから、<laughs> 壁に向かってね、もう汗だくになって、汗びっちょりになって、ほいで、行くぞみたいなイメージがありましたから、それは、 なんだろうなんだプロレスラーってみんなそういうもんだなって時期はありましたよ。確かにそれ、勝手な子供のイメージですけど。はだけど、やっぱりい、いっぱい今でもすごいプロレスラーの方ね。それこそ若い方もいっぱいいるけど、うん、もう出ないでしょう。猪木さんみたいな人は。だって本当に。いや、出ないですね。申し訳ないけど。うん、申し訳ないけど。いくら今、ほらすごい人気あるね。若手のレスラーの方いっぱいいらっしゃるけど、 やっぱ、ああいうバイタリティが、もう、合わせ持って、なおかつトップのスター、レスラーって、もう多分、で、な、日本じゃ少なくともいない、出てこないんじゃないのかな、多分。うん、やっぱ、それ時代のもんだしね、こればっかりは、本当に。だから、そこはすごく感じますよね。馬場さんの時もそう思いましたけど、うん、ただ、やっぱ、馬場さんはどっちかっていうと、 そういう派手さはないじゃないですか。言ってみたらですけど。うん、エピソード、いいエピソードっていうのは多分、井上さんによりもいっぱいあるのかもしれないでしょうけど。なんかね、そこはすごく思いますよね。あの、全然門外観から見ててね。門、うん、外だから、やっぱその破天荒で、え、こんなことやってたのこの人みたいなことをやる人はもう多分、いな、出てこないんじゃないですかね。もうね、うん、なんかね、それはね。だから、うん、あの、途中で、そのカメラチェックを、 そのテレビのカメラがどの位置であってっていうチェックを猪木がするみたいなんですね。うん、で、うん、で、そういうのを藤波が言ってましたけど、あの、あそこ客が入ってねえじゃねえかっつって、何やってんだっつって怒ったりとか、要は工業史というか、うん テレビの向こうで見てる人らが、あ、席空いてるとかっていうようなところまでやっぱりチェックしてるっていうね。う,ん、うん。あそこは埋めとかないとダメな席じゃないかみたいな。なんか、いろんなところのやっぱり目配せみたいなやつが。 すごい感じはしましたね。うん、そういうエピソード聞くとな、うん。なかなか今っても、席が空いてようがないでしょうがもういいじゃんみたいな感じになってるでしょ。うんうん、プロレスの試合とか。うん、でももう猪木はやっぱりそこは妥協許さないっていうか、そこはテレビで映るからもう席は埋めとけっていうね、うん。やっとけって言って。やっぱり常にそのカメラが向いてる時っていうのは、うわーってかうーっとかってずっとやってますし。うんうん、あと、その、まあ、試合でビッグバンベーダーの試合が流れてましたけど、 まあ、もう、今見ても、説得力があるというか、危ない感じで落とされてますからね。うん、あれは、ちょっと、レスラーの棚橋が見ても、あ、死んじゃったって。<laughs> <laughs> <laughs> 僕は何回もこれ見直してるんですって言ってましたから。うん、あのー ほうがに、バーンってやって、下ベロって出しちゃった時のああ、やばいって感じ。一緒ですよね。あ,あ,よねあれと一緒ですよね。そうそうベイダーの時にも、あれやっちゃったっていう時ありましたからね、本当ね。いや、だから、体格の差とかはもうやっぱり、うん、いかんともしがたいぐらいの差がある人らと、その、 でもなんか、これは今までやったことねえから、きっと面白いやつはやるんだーっつってやって。ああああで、こんなことになるわけですよね。<laughs> だって、イノシクさんの性格から、イノシクさんの性格から考えたら、絶対ベイダーに手,手加減するんだって、絶対煽ってますよね。だって、試合前どう考えたって。これはね、あのが、超主力。だ超主力もチャンネルで言ってましたけど、やっぱりもう、うん、尋常じゃないと。 で試合してるときにぶつぶつぶつつ言ってるから何言ってるのかなと思って長州さんがこう組み合って聞きに行ったらあの俺を殺せ、俺を殺せ、俺を殺せってずっと言ってるらしいですから <laughs> もうねもうやばいんですよやっぱりあの人たちって絶対に本当にやばい,いで長州はその時に今日の勝ち負けとかじゃないなってこれは俺はもうこの人には勝てない。<laughs> <laughs> ここで死にに来てるんやと思って。<laughs> ダメだ、こりゃって。ね。まあ今はもうショービジネスですからね、本当に、プロレスは。うそうそうそう。うでも、ショーであるっていうことも、まあ本人はちょっとインタビューで言ってましたけど、その中で出てくるね、シーンで言ってましたけど、うん、ショーであるっていうことが逆に面白いって言ってましたね。スポーツっていう感覚では実はないと。スポーツではないんだと、これは。う,ん,う,ん,うん。あくまでもみんなのその感情を湧き立たせる、 そういうのを使うための賞であると。自分を猪木、うん、っていうのがこういうふうに来てこれでみんなに何かをやっぱり伝えたいと。うん。うん、だからあくまでなんか戦いでスポーツライクにあって俺が今日勝った負けたっていうのを猪木は目指したわけではないっていうのは結構ジーンときましたね。うん、なるほどね。うん。やっぱりい,いろいろ言うじゃないですか。馬鹿にあれとか、元気ですかとかっていうのは、うん、もうその、 本当にだからみんなに伝えたいよ。本当の言葉、ね。<laughs> こうやって聞いてみるとね。みんな元気なれっつって。だ本気ですよ。うだからもう、元気があれば何でもできんだって。俺たちもやろうぜっていうのはまあ猪木のもう真の言葉じゃないですか。なるほどね、うん。だからそれは戦いをしようが姉妹が関係ないってことですよね。あの中で言えば。うん,うん。でもまあ、それをだからどう受け止めるかじゃないですか。なるほど、なるほど。<laughs> 怒、うん、りますよね。まあ普通に見リやーって。ないんかよい<や>戦いってで。でもそれはなんだろうミュージシャンの人、まあ、プローだけじゃなくてねミュージシャンの人とかでも多いじゃないですかそういう人ってやっぱりこういう感じの、まあ、セイヤーの人もそうですけどセイヤーの人とか乗、うん、ってくれのあの方もそうですけどやっぱ、うん、ファンの人ってやっぱちょっとい。 好きになるのってやっぱ一種異常性がある人じゃないと、あそこまで貪欲に好きになるってことは多分ないと思うんですけどね、そういう魅力がある人じゃないとやっぱり。だから、うん、その、あ、溢れ出ちゃうんじゃないですかああいう人たちってねやっぱほっといてもやっぱりだから、周りがほっとかないみたいなとこあると思う,うんまあもちろん、あれですよ。 そ,その周りにいる人は大概迷惑しますけどね、そういう人の場合はね。普通にいや、もう最悪ですよ、ね、あれねあ<ー>。もうちょっとほっといたら借金まみれで帰ってきますからね。平気な顔して10億吸っちゃったってえ変みたいなこと言うな感じなんでしょ。大丈夫、大丈夫、また入ってくるから的なことなんでしょ、多分ですけど。<laughs> だからもう総合格闘やるぞって言い出すわけですよね。<laughs> マド生み出した、ね、源泉がそこだったっていうのが面白いですよね、伝説を作ったのがね。だからもう、すごいやっぱりその海外に行くと、あの藤波が言ってましたけど、モハメッド・アリとやったっていうことで、みんな苦笑してたらしいですよ。うん、海外の,そのレスラーの反応が、なんでそういうことやるかねみたいな。 うん、あだからもう常にやっぱりみんな、その周りのレスラーたちも、ハテナな行動っていうのを延々やってるんですけど、うんうん、要はもうなんか、こう、もう目、目、目力で持ってかれるっていうか、<laughs> やるんだーっ,つって言ってるから、もう、<laughs> みんなも、おーって、おーっていう感じなんでしょうね。<laughs> でも、まあ、あれがなきゃね、あのモハメドアリが来てこうやって抱き合うシーンであんだけ涙出てくるっていうのはやっぱ、あの馬鹿らしい試合があったればこそでしょ何十年後かにモハメドアリももうね、うん、ほら、テープルプル言わせてあんな状態になっても会いに来たよって、まあ、ドラマを作ったんでしょうけど、うん、だけどあの映像を見た時に、 やっぱり猪木さんってすげえなって言って、旗から見てね、何も知らないけど、普通に思いますもんだって、それはね。うん。だから、まあ、そこまでもう、上げ続けてるっていうか、ギアがもう上がりっぱなしなんで、うんうん、まあ、それってやっぱり、今のレスラーはもうできないですよね。ってか、やらない。うん。まあ、必要ないよね、そこまでやる人まあ、ちょっと。それはもう 最近の全日本プロレスに若干狂気を感じるんですけど、<laughs> あ<の>あ<ー>みんながほったらかしにしたせいでね。あ,あ,えー、あのね、ガラパゴス化してね、ちょっとおかしなことにはなってるんですよね。えーえー、そうなんだ、えー。なんとなくやっぱり。なんかね、それをドラマチックにしようとしてる会社側の思と、なんか選手たちのなんか、うん なんかもうすごいことになってきたっていうのが <laughs> 合わさった狂気はあるんですけど。まあだから他のね、プロレスラーはやっぱりちょっとスマートですからね、今やね。それはちょっとプロレスの質問も変わっちゃったなと思いますね。まあそんな感じなんで。えっと、見たい人はこれ、僕はそんなに 万人が万人が見て楽しいとはもう決して思いませんし、うん、ええ、あのドラマパートも、あの、正直眠かった。うん。でも、ドラマの最後は、<laughs> まあまあまあ、そういう人もいるんやろうなと。なるほどね。僕は猪木派ではないので。うん。ただ、映画全体として見たときは、僕はこういう、その、人間としての、もう挑戦し続けた。 もう原動力がね、うん、借金であれ、なんであれ、うん、もう、アントニオ猪木自体が何かを探してましたからね、うん、アントニオ猪木を探してるわけですアントニオ猪木が探してましたから、うん、その何かのものをね、<laughs> そういう、ね、その渇望みたいな感じを得たいんであれば、まあ、見た方がいいんじゃないかなというふうには思いました。うん、はい。はい、はい。ということで、どうも皆さん、ありがとうございました。ありがとうございまます。コメントも待ってます。